日本製鉄東日本製鉄所は、日本製鉄の製鉄所である。2020年4月1日に、鹿島製鉄所、機密製鉄所、直越製造所及び、釜石製鉄所を統合して発足した。従業員数は7,037人となっている。鹿島地区、機密地区、釜石地区及び、直越地区に分かれており、 それぞれの所在地は次の通りである。1968年に住友金属工業鹿島製鉄所として、航路と熱炎工場の創業を開始。鹿島港に面した鹿島臨海工業地帯に位置し、敷地面積は約1000万平方メートルで、敷地の中には港があり、大型船が出入りしている。従業員数は2985人となっている。 1983年に、和歌山製鉄所から大量廃店され、そこ年産800万トン体制の主力製鉄所となったが、新日鉄との合併後は同じく関東に拠点を置く。旧、新日鉄の機密製鉄所との兼ね合いや、また、東日本大震災の津波の影響による施設破損などもあり、2019年では、そこを生産716万トンとなっている。 2021年2月、東日本製鉄所鹿島地区の航路2基のうち1基を数年内に閉鎖する計画が報じられた。製鉄所構内には、日鉄ステンレス、鹿島製造所、シーケム鹿島工場、日鉄交換鹿島事業所、エアウォーター鹿島工場、中央電気工業鹿島工場といった日本製鉄グループ企業や関連企業の製造拠点が立地している。 スポーツを通じた地域交流も盛んであり、サッカー部は現在の鹿島アントラーズへと発展した。日本サッカーリーグ時代から、この工場敷地内にある住友金属鹿島製鉄所総合グラウンド陸上競技場を試合会場に使用し、J リーグ発足後はトップチームの練習、並びに下部組織の練習、試合会場などに利用されている。 日本製鉄鹿島火力発電所敷地内に日本製鉄鹿島火力発電所を併設し、一部事業も行っている。なお、この発電所は東日本大震災直後から稼働を停止し、設備の一部も損傷したが、震災から15日後の3月26日に火力発電所を復旧させ、 発電した47万5 0 0 0ットイコール 475MW 茨城県全世帯の電力需要を賄う規模すべてを東京電力に供給した機密地区機密製鉄所機密地区周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成2009年8月撮影の36枚を 合成作成。木更津港に面する千葉県君津市君津一番地に君津地区はあり、君津地区の敷地面積は約1173万平方メートルで、工場の大半は君津市内にあるが、一部が隣の木更津市に及んでいる。航路を2期有し、2018年度の年間素港生産量は802万トンである。 君津地区1935年に日本特殊交換東京工場として創設された。主にシームレス交換を製造する。製造所は新河岸岩側に面し、隣接して日本金属板橋工場がある。製造品の材料は君津地区から橋家で運搬し、専用の船着き場と2役設備を持っていた。2020年5月に、 小警シ,シームレス港観光場を休止し、日本製鉄関西製鉄所、和歌山地区海南地区生産を集約して閉鎖された。東京都板橋区、船戸の土地は、2021年6月30日に、日鉄港は不動産に売却され、日本製鉄はこれにより750億円程度を、特別利益に計上する見込みである。 生産品機密地区においては、日本製鉄の主力製品5種のすべてを製造している。機密地区においては、主にシームレス効果にを製造していた。機密製鉄所機密地区西岸壁当時の八幡製鉄では、当初30県四日市市に製鉄所を建設する方向で調整を進め、すでに臨海部の埋め立て工事も進められていた。 しかし、1959年に、同社内に、市場調査部が設置され、厚板の長期需要予測を取りまとめたところ、厚板の需要が、それまでの予想を大幅に上回り、四日市で想定していた規模の製鉄所では需要を、賄えないことに加え、需要の大半が、京浜工業地帯に集中していることが判明した。また一方で、 四日市の埋め立て予定地の地盤が予想よりも悪く、当初計画通りの埋め立て地が確保できない可能性も、浮上したこれらの要因を受けて、同社では、需要地の近隣に大規模な製鉄所を設けるべきとの、判断から、四日市の製鉄所建設計画を放棄し、急遽、東京湾岸で、製鉄所の建設候補地を探すことになり、検討の結果機密置きが選ばれたという。 この時すでに埋め立て工事が進められていた四日市市の水面は後に四日市工業地帯に転用されている。コンピューターの代々的な利用計画時それまで事務処理や科学計算に使われてきた大型コンピューターが現場にも使われうる時期になり工場の各現場で書類による作業指示実績把握の代わりにオンラインでリアルタイムに行う方式が 人員の削減、市場の要求にダイナミックに対応できるように、計画され、機密オンラインコントロールシステムとして実施された。こうした方式は、米国ホームステッド製鉄所でもある、程度実施されていたが一貫製鉄所でははじめ、試みで、その後1970年代に新設された他社の、製鉄所、加古川製鉄所、鹿島製鉄所、 京浜製鉄所、大木島などでも行われた。年に10回、社員や関連協力会社、OB や周辺住民、他社などに配布している新聞である。発行部数は11,500部。日本経済団体連合会社内広報センターの推薦社内法に選ばれたことがある。機密地区もより駅は機密駅であり、社宅の多い地域を経由して、 機密製鉄所までの路線バスが運行されている。特に、八重原地区、大和田地区、旗沢地区には、関連会社などの社宅が多い。これらの社宅を連絡して運行される、機密市内循環線は、比較的本数が多いが、各社宅からの直行通勤バスも運行されている。2007年11月30日までは、 清見台団地からの通勤路線として、清見製鉄線が運行されていたが、利用者の減少により廃止された。秘密地区日本の近代製鉄業発祥の地、釜石に立地する工場で、八幡製鉄所よりも早くに創業を開始した、日本最古の製鉄所である。官営の製鉄所として1880年に創業を開始するが、 満足な成果を出せず3年後に閉鎖。軌道に乗ったのは民間人である田中長兵衛に払い下げられた後の1886年以降のことである。戦前までは比較的大規模な製鉄所であったが、戦時中に釜石艦砲射撃で壊滅。戦後復活し、1950年の日本製鉄。 解体後は、富士製鉄の主力製鉄所の一つとなるものの、1960年代から縮小が始まり、新日鉄発足後の1989年に、航路を休止したため現在は、図空港一貫製鉄所ではない。現在は、潜在の生産拠点で、かつては生、製船、製工用の設備、後半や慶光、膨胱用の圧縁設備があったが、現在は、 洗剤圧縁設備以外存在しない。敷地面積は344万平方メートルである。従業員数は241人となっている。製品の洗剤は鋼を細く圧縁しコイル状に巻いた鋼材で、釜石で製造される洗剤の種類には低炭素鋼中炭素鋼洗剤やバネやケーブルに使用される高炭素鋼洗剤 ボルトなどの部品の材料に使用される、冷間圧作り用洗剤、ラジアルタイヤに使用される、スチールコード用洗剤、溶接用洗剤などがある。鉄鋼分野の設備ではないが、日本製鉄の独立発電事業の拠点の一つでもあり、火力発電所を設置し、東北電力に発電した電力を供給。14万9 0 0 0 k H の出力は岩手県内で最大の出力を誇り2015年からは木質バイオマス燃料の使用を開始した2011年7月撮影釜石製鉄所は1989年3月までは筑ク一貫製鉄所として稼働していたしかし経営合理化により主要な工場は休止に追い込まれ1989年3月の 航路休止により複合事業へ転換した。現在は潜在工場のみの稼働であるが、高品質な潜在の製品を供給し続けている。主要製造設備過去製造設備1934年、日本ステンレス株式会社として、住友財閥系の資本、中央電気工業を主として、最初期のステンレス工を国産化拠点として設立されて、以来、 1960年代より、後続の新鋭製造拠点に、汎用量産品種を譲りながらも、高付加価値化、新規事業開拓に注力、挑戦し、日本のステンレス工産業、チタン産業における、独自の地位を保ち続けている。直越の地は、日本海側の豊富な積雪を背景とした、水力発電が戦前より栄えており豊富な、 電力供給を背景として、電気炉による鋳造を中心として創業が開始された。製品圧延の製造も開始し、最盛期は薄板、厚板、機体工品、膀胱、蛍光、芋のに至る、広範囲のステンレス製品を製造し、日本ステンレスの創業の地、マザー製造拠点の位置づけであった。 1960年代急速なステンレス鋼の需要拡大と技術革新が進む中、各社は競って設備拡大。日本は世界最大級のステンレス鋼生産国となった。こうした流れは日本ステンレスも同様であり、新鋭製造拠点の設置に至った。その後二度のオイルショックを経て高度成長期が終わり、日本全体で 需要拡大が落ち着き過剰設備が健在化する中、直越から新鋭拠点への汎用量産品種の集約移管を加速。日本ステンレスは直越の高付加価値化を鮮明に打ち出し、1960年代からのチタン製品に加え1980年代からはステンレス精密圧延品、クラッド工、精密加工にも挑戦。 現在の主力製品に結実する試行錯誤を重ねてきた。現在は日本製鉄のチタン事業部の製造拠点として、チタンニッケルクラッド工、ステインレス工を中心とした特殊工、非鉄金属を製造しており、自動車、土木建築、プラント、航空機から電子部品、精密機器まで重工町内から、 精密分野に至る幅広い産業分野へ、高付加価値製品を供給している。2018年、光チタン部より、異製性チタン製造の一部工程の移管を受けさらなる高付加価値品特化を推進。さらに、東京店固有技術を活かした、ステンレス精密圧延品の製品群が、ブランド化された。2019年4月より、 ステンレス鋼精密圧縁品の日鉄ステンレスへの営業譲渡により、同製品の日鉄ステンレスへの OEM、供給拠点という位置づけとなった。主要保有設備設備チタン鋳造設備ステンレス、蛍光用熱管圧縁設備ステンレス、鋼板冷管圧縁設備製造フローステンレス、精密圧縁品、ステンレス鋳造熱管圧縁冷管、圧縁ステンレス蛍光、 ステンレス鋳造熱管圧縁クラッド工、ステンレス鋳造熱管圧縁クラッド接合、アルミ、軟鋼を外部調達。ニッケル板、ニッケル鋳造熱管圧縁冷管、圧縁チタニタ、チタン鋳造熱管圧縁冷管圧縁冷管、圧縁印象性チタントランティクシ関連施設クラブ、活動休社員クラブ。ありがとうございます。